はい、じゃあ続きいきまーす。岩下さん、いきまーす。はい、怖い話しましょう。質問、優しい人かしら。優しいです。まあこれは選択肢やからな、選ばなあかん選択肢なんで、別に俺が優しいわけじゃないから。約束は守れます。そうなの。初めて出会ったわ、そういう人に。よほど悪い人に出会ってきたな。人の忠告は素直に聞ける方かしら。聞けます。全部はいはい言うねんな。完璧な人間ね。私嬉しいわ、そういう人間に出会えて。岩下さん今はね、なんかね、なんか人間って言われると岩下さんが人間じゃないみたいやけど、長い付き合いができるといいよね。まあそういう慣れ初めというか、イントロから始まって何が起こるのかな。ある一人の男子生徒が偶然出会ってしまった悲劇。補修か。補修な、よくある。今までも何回かあったな。こう呼びましょう。鬼塚武志くん。またかよ。また俺か。鬼塚。もうそんなん A 君でええやんか。いい名前だわ、本当に。何やそれ。この学校は補習はプリント式らしいな。結構難しい問題が何問も載っていてね。簡単に解けるようなものじゃなかった。もともと補習を受けるような人たちでしょ。あんまり勉強が好きじゃない。そらそうだ。だから適当な答えを書いて先生に見せに行った。なるほど。間違いだらけか。なるほど。形だけか。なるほどね。真面目か。なるほど。約束を破るようなことはしない性格だったの。なるほどね。生かされてくると。ただ鬼塚武史という名前にしたんではないと。本当、まるで本当にあなたみたい。怖いな。何が起こるんや、岩佐さん。よほどアホなんやな。なんだお前、まだ残ってたのか。忘れてたよ。もう帰っていいぞ、鬼塚。先生はもうてっきり全員が帰ったと思い込んでいた。なるほど。ひどい話よね。この補習生に対してなんか差別的な、なんかそういう風習みたいなのがあるんか。大体なんか、補習受けてるやつはひどい目に遭ってるけど。なるほど。指示待ち人間か。これは、低愛グループやったら、首にされる焼き土下座やな。シーンと静まり返ってね、誰もいなかった。まあ、帰りし怖いな。カッカッカッと乾いた足音が響くだけで、他の音は何も聞こえない。放課後の校庭で遊ぶ学生たちも、そらそうやろ。もう暗すぎるやろ、この絵からして。遅かった。目の前の毎回、目の前には2階へと続く階段、そしてまっすぐ伸びた廊下の先にはもう一つ、2階へ続く階段。どっちにもある。どちらを選ぶかしら。どっちでもええわんな、もう。好きな方選べや。なんで俺が選ばなかった。まっすぐ伸びた廊下の先にある階段を降りる。はーい。はい。いつもその道なんや。
明かりがまばらにしかないから自然と足が遅くなる。ああ、うん、そうなんかな、うん、もう走って帰ったらええんちゃう、うん、おかしいな。お？なぜかいつもより廊下が長い気がしたから。うん、うん、感覚的に、うんうん、それなのにいつまでたっても廊下が終わらない。いつまでたってもいつまでたっても歩いても歩いても、なんかこんな歌詞があったような、なかったような、なかったような。先に階段が見えているのに近づかないの、これは変だと思って振り返ると、自分が歩いてきた痕跡は確かにあったの。どういうこと？足跡、フットプリントがあったんか。歩いたと思われるほどの廊下を、うん、変だなと思ってもう一度前を見ると、目の前にも長い廊下。無限ループって怖くね？こんな長い廊下だったかな。うん、うん、おう、そうも思ってみたけれど、なんとなく気味が悪くもあったわ。どうする？このまま廊下進んでみる？元いた場所に引き返すらしい。はーい、やっぱり変だよ。彼は独り言をつぶやくと引き返すことにしたの。独り言の字がなんかちょっと微妙に違う。なんだかこのまま進むのは危ないと感じたのね。けれど引き返してみるといつまで経っても戻った場所に戻れないのよ。どうなってんねんお前。次元の狭間におるやないか。次元のか狭間か狭間風間の仕業か、これも。あいつだなぁ、まあ、さっきよりも長い距離を歩いてるはずなのに、いつまで経っても戻った場所に。風間ぁ。彼はもう一度振り向いたの。やっぱり廊下は長く続いていた。ほぉー。それ、ちょっと面白いな。うん。暗くなっている。階段の気配って、お前階段の気配、悟空でもそんなに読まれへんぞ多分。すごいなお前は。うわー、がむしゃらに走ったの。うん、廊下を走ってはいけない規則など忘れてね。それは言ってられん。痛い、転んだ。すってんころりん。怪我はなかった。肘と膝を強く打った程度で。それはあかんやろ、痛い。立ち上がってもう一度あたりを見ますと、少しも進んだ感じがしない。どう考えても長い廊下のちょうど真ん中あたりにいるまま。すごいな、ここに住居を建設すればいいんじゃないか。無限の土地があるぞここには。すごいな、日本の土地問題解決やな。まあ、問題はどこにも行かれへんところやけど、駅まで無限分みたいな、最寄り駅まで無限分ありえんな。近くに何もありませんみたいな、自給自足。もうここに畑とかを作ってさ、この床のリノニウムのあの床を打ち抜いて畑を作って自給自足やな、うん、なるほど。この薄暗い廊下を決して闇に包まれたその先を見せてはくれなかった。中二病っつけれど、目を凝らしてギョッとしたの。ん？お、人がおるやん。先住民やな。挨拶しとけお前。これからここに建設をしようと思うんですけど、よろしいですか。おぼろげながら黒い影が壁のあたりにうずくまってもぞもぞ。なんやそれ。人のようでもあるし、肉の塊のようにも見える。どうする？あなたは逃げる？それとも逃げるらしい。逃げろー。ただでさえ不気味なのに、そんなわけのわからないものに近づけないわけがないわ。俺の格好は逃げた。腰が抜けそうなの我慢したら話で逃げた。けれどどんなに前に進もうと廊下を割ってくれなかった。
息が切れるほど走って走って走って、ああ、とうとうその場にへたり込んでしまったわ。なるほど、よいしょ。さあ次の、走り抜いて、そうとその場にへたり込んでしまった。一緒に心臓を吐き出されてしまいそうなほど、僕が激しく咳込んだ。はあ、はあ、うん。どうなってんねん、これは。ベルトコンベアの上を逆に走っている気分。岩下さん、ベルトコンベアの上を逆に走ったことあるんかな？すごい、なんか、魔界の健康法か。まあ魔王の城の中にはそういう仕掛けもあるやろうしな。なんか勇者のあの足を止めるための、うん、どうした、どうしたの、あなたの顔は汗がにじんでない？別にあなたの話じゃなくてよ、後期やな、ほんま。ほらもう一人の鬼塚くんの話、なんかおかしいぞ。もう一人じゃないぞ。仮の鬼塚側の話やからな。あなた振り向いてみる？ああ、振り向かない。うん。振り向いちゃいけない。彼はそう自分に言い聞かせた。なんとか呼吸を整えると、もう一度立ち上がりゆっくりと歩き出した。なんかさっきからそんなんばっかりやな。なんか新展開はないんか。まあなんか振り向いてないから、そうなっとるんやろうけど。前方にも包囲されてる。もう前後の区別もつかへんよなと思う。窓側とかあるやろ。それで判断しろよ。おかしいと思って、彼はゆっくり振り返った。振り返るんかい。そうしたら後ろにもあったわ。あら。なんだ？何？意味がわからへんよな。うん。補修で遅れただけやのに。何なんですか、こいつ。ああ、どうする？前に進む。うん。まあ、どっちが前かっていうのはもうよくわからんくなっとうけどな。だんだんと近づいてくる。ゆっくりと足を踏み出す歩調に合わせて、そのものははっきりと姿を現し始める。なんかおる。なんあれ？一人の少女？はぁ？学校の制服を着た女の子は壁に寄り添うようにして座っていたの。はぁ、あ。いやぁ、それはおかしいやろ。怖いやろ。いやいやいや、勝手に味方と判断したらあかん。すすり何とんか。みたいな感じかな。どうしたの？こんなところで何かあったの？彼は声をかけてみた。お、おお、ちょっとびっくりしたな。おお、何これ、何したのお前、そのポーズは。なんや、小指をクロスさせんな、何のまじないや。しかもなんかこれはあれやろ、なんか男子がなんか女子の前でパンツを下ろしたとかでキャーとか言って、見ない顔を覆うふりをして、指の隙間からバッチリ見てるっていう、まあスケベな女っていう話やな。スケベやな、こいつは。スケベ。彼女は顔を覆う手の隙間からギョロリとした目を二つ覗かせ、彼のことを見上げたの。足が痛くて歩けないの。だから、休んでいるの、お願い助けて。彼女は途切れ途切れの小さな声でそうつぶやいた。なんか怖いけど普通の範囲内ではあるかもしれん。痛む足をかばうようにして、なんか旅路みたいになってるな、ほんま。永遠に続く道をに果敢に挑戦するみたいな、不思議や。
思うわ。彼女を助けてあげる、それでも放っておく、彼女をそこに残して逃げるっていうのを選ぶらしい。ひどい、ひどいけどしゃあないな。あれ戻ってきた。ん、何、今なんて言ったのかしら。もう一度教えてちょうだい。あれ岩下さんの機嫌を損ねたか。ドラクエ的展開やなこれは。あ、もう一回選ばされる。なんか答えた瞬間にピシャッゴロ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 とか雷が鳴って、ん、なんてもう一回言ってみたいな。でもあえてこっちを、私も聞き間違いじゃないけど、あなた今傷ついてる女の子を一人残して逃げるって言った。いやいやいや、そいつの行動の予想をしただけやんけど。あんたさっき自分のこと優しいって言ったじゃない。あんたって言ってる。ちょっと岩佐さんの字が出てきてるんか。違うの、それとも私の耳がおかしくなったのかしら。いや、そんなことは私確かに聞いたんだけど、あんた優しいんでしょ。わぁ、激凛に触れたんか。だったら助けてあげなさいよ。私嘘つかれるのが大嫌いなの。マジか、嘘つかれると殺したくなる、やりたくなる。そいつはすげえや、怖い。殺すからね、マジかよ。あんたは優しいんだから彼女を助けるのよ。はい、そうします。なんやねん、もう選択の余地ないんかよ。てか俺じゃないわこれは。大丈夫かい、僕がおぶってあげるよ。よかったな、ありがとう。私のこと話さないで、ね、あんたは、あんたって言ってるな。高貴さがなくなった。あなたじゃないんか。なんて答えたかわかるでしょ。いいよ。そう、あんたはそう答えた。なんやそれ。これ岩下さんじゃあやろな。これ岩下さんか。怖いな。冷たかったけど軽かった。軽かった。まるで誰も背負っていないと思えるほど軽かった。軽かった。それでも、彼女の細い手が首に巻きついてる感触。おぉ。もう、女絡み多いねん、ちょっと今日。挑戦か、俺の。こんなもの、マンチやっとれるかよ。一人ではないということは、ちょっとしただけ勇気を与えてくれた。でも、廊下の端は近づいてこない。前に進んでる気がしない。後ろで変な音が聞こえ始めた。廊下の反対側にも黒い塊があった。ああ、誰やそれは。それも女の子ちゃうやろな。お前、ハーレムになるんちゃうやろな。アダムとイブですよ、みたいなことにはならへんやろな、お前。許さんぞ。それが音を立てているのかもしれない。振り向こうかどうしようか。あんたは迷ったわ。あんたってなってる、ずっと。彼女の息が耳元にかかったの。振り向かないで、振り向いたら大変なことが起きるから。絶対に振り向いてはダメ。なんやそれ。何があるんか言えんじゃ、お前が。冷たい体と裏腹に生温かい息だったわ。うわぁ。鬱陶しい。嫌な息。で、背中には二つの膨らみの感触がやろ。腹立つわ。お、なんやこれ。おぉ、え、なにこれ、ん、手かこれ。はぁ、カサカサやな。え、カサカサや、ほんまに干物みたいになっとるぞ。うわぁ、それは嬉しくないな。膨らみもクソもないな。はぁ、なるほど。どうしたの、体が震えてるわ。寒いの、温めてあげるわ。どうやってや、温めてくださいよ。ホットホット。なんだか年老いた老婆のようなしゃがれた声にババアになったんか。うん、真っ白ババア。うわ、カレー臭がしてくるから、もう嫌になるな。うん、
これはなんか期待外れやな。せっかくいい子や、可愛い子やと思ったらババアだったっていう、これは残念な話やな。誰なんだろう。ああ、自分を振り向くなってことか。人間じゃないのかもしれない。まあ従っとったら朝のまま、じゃあもうしゃあないかな、うん、振り向いてみる。え、振り、彼女のその場その場いいよって選んだよな。振り向かない、振り向かない、振り向かない。うん、おお、ご機嫌になってる。そうね、あんたは人の忠告が効くんだものね。うん、うん、別になんか、なんで俺の話になったの、関係あらへん。うん、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 まあまあ、そのババアが岩下さんってこと？岩下さんババアか？なんか、それは嫌やな、なんか。いくらなんでも岩下さんにババアになってほしくはないな。クソババア。嘘はつかないでね。嘘をついたら殺すわ。私は嫌なの。もうそれ何回も聞いとる。なんか、紙に書いて、もうなんか条約みたいにした方がいいんじゃない？もう嘘をついたら殺すみたいな。もう明文化してほしいな、それは。うん。うん。一歩一歩と足を踏み出すたびに、あんたの全身を恐怖が染め抜いていく。うん。なんであんたって言うん？ちょっと高貴さを取り戻してくれよ、岩佐さん。そしてあんたの首筋に巻きつく女の子の手がなんだか締め付けてくるような。おいおい、斧を技で返しとるやないか。もっと、もっといたわってくれよ。うん。もっとなんか、楽しい話題提供とかをしてくれよ。歩く振動に合わせ彼女は、の手は間違いなく首を締め付けてくる。うっとうしいな。嫌やな、あんな。うん。彼女は消えてしまうかもしれない。振り落とせば彼女から逃げられるかもしれない。どうする？これは何もしない。指示待ち人間。あんた偉いわね。振り返れば彼女の忠告を聞かなかったことになる。なるほどね。心臓をかばいながら。長い廊下ね。いつになったら廊下が終わるのかしら。こんなに長い廊下学校になったかしら。うん、どんな声やった？ババアの声やったか、やっぱり。飴玉ババアの。なんだかとっても寒いわね。ババアやな。ん？冷たい風が吹いてきた。TM レボリューション。そして、腹の底から絞り出すような嘆き声が風に乗って聞こえてきたの。なんか、ジョジョ4部の、なんか、振り返ってはいけないみたいなところや。地獄の亡者たちが、地の底から生けるものを恨み、罵るような陰湿な声。なやそれ。なんでなん？なんでそんなのが学校にあんねん。アホちゃん。風の音かもしれない。でも風の音ではないかもしれない。それはそうやろ。どっちかやろ。耳元で、また彼女の声が囁いた。怖いだろ？振り返ってみるかい？ババアや。ババアやな、これは。クソババア。振り向けば楽になれるよ。もう怖がらなくていいんだよ。ババア、死ね。誘うような甘い声。どうする？振り向いてみる？振り向かないと死んでしまうかもしれない。いや、振り向いたら死ぬんちゃうか。これは、振り向かない。これで選択肢終わりです。それでも振り向かなかった。うん。彼女の忠告を聞いたから。彼女との約束を守ったから。キー！突然耳をつんざくような甲高い声が響くと、あんたの首に絡みついていた細い指に力がこもった。やめてくれ！そりゃそうやな。正しすぎるやろ。うん。あ。死んじゃった。あんたじゃなかったよね。ああ。やっと区別してくれたか。うん。あ、あなたに戻ってる。どうした？岩下さんになんかついてたんか今。あんたからあなたに変わったぞ、ここで。はい。次の日の朝。おう。
一晩そこで過ごしたみたいな話やな。どうしたのお前、なんでこんなところで寝てるんだよ。寝てるって言うなよ。どう見ても倒れてるやろ。なんと答えていいのか分からなかった。意識ははっきりするにつれて慌てて廊下を、はあ、ふんふんふん、ああ、ふんふん、教室お前廊下じゃなかったのか。なんか夢を見てたみたいな話か。なるほど、夢、うーん、そういうことか。勉強で疲れて、まあ補習を受けるような、あ、パラパーやけど、うん、給油は彼のことを変な目で見ていた。そして言ったの。え、首に変なあざがついてるぜ。おー、てんでるれーん、うん、神道さんのドアが開く音か。ほん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 、鬱陶しいな。そういうなんか首に跡をつけるとかやめてくれ。うん、意味わからんな。うん、命がなくなったかもしれない。うん、1ヶ月ほど消えなかった。それでも彼は助かった。最後まで約束を守ったおかげかもしれない。なるほど。あ、普通の岩下さん。うん、1年 E 組。うん、結局重ねてくんねんな。うん、なるほど。うん、そうやな。ああ、ニパー、うふふ、気をつけなさいね。これで私の話は終わり。なるほどね。じゃあ振り向いてみるか、一回。ちょっとそれも検討してみるか。うん、じゃあ終わります。ふう、じゃあこの辺で一回ちょっと振り向いてみましょうか。うん、なんかここまでの選択肢、あ、ふざけないでよ。ここまでの選択肢もうちょっと適当に選んじゃったんですけども、なんか同じような感じやったんで、変わるんかな選択肢によって。ふざけないでよって言われたぞ。あんた人の忠告は聞くんでしょう。そう言ったじゃない。なんで振り向くの。もうダメよ、あんたは振り向いてしまった。殺してやりたいわ。え、え、え、そしたら何かが落ちたの。え、はあ、はあ、そこには、うおお、おお、骸骨かよ。意味わからへんな、でも。なんかその、この怖い話の由来というかね、ルーツというか、それを教えてほしいわ。全然わけわからへん。え？あんたはもうダメ。嘘つきなんだもん。ダメだこいつ。早くなんとかしないと。え？殺さなきゃ。私あんたを殺さなきゃ。あんたが振り向いたから殺してやるの。ほら、聞こえるでしょ。え？あんたおならが骸骨の声が。霊気に満ちている。学校で死んだ人の霊の集まる場所。え？この学校広いから。カラーばっかりや。学生もいっぱいいるから。うん、こうなんでしょ、こうなん、うん、はあ、霊界出た、霊界、マジで霊界出てた時、出てきたな。おう、うん、廊下は長いでしょ。はあ、なかなか就職したくないニートみたいな存在やな。なるほど。うん、はあ、なるほど、なるほど。廊下にいっぱいおるってことか。うん。じゃ、多少次元が歪んでいてねって。ちょっとこの道路は混雑しててね、みたいな、軽い言い方せんとってくれる？次元が歪むっていうのどういうことやと思ったの？うん。道ができている。霊界に通じる道。就職受付窓口はこちら、みたいな話やな。はぁ。うん、永遠に続く廊下の幻を見せる。なるほどね。うん、うん、スカウトする、ポン引きみたいなもんか。
なるほどね。ああ。ああ。ミイラ取りがミイラに。まさにミイラ。うん。なるほどね。バイトやな。まあでも正社員ではないやろな。うん。でも正社員みたいなことしとるな。迷って餓死して。ああ、なるほど。鬼塚もそうなろうとしてたんや。餓死。なるほどね。むちゃくちゃな話やな。霊界ちょっと荒っぽすぎるな。うん。ああ、殺さなきゃ。そんな人は殺さなきゃ。え？ババア。なんでババアになっとんねん。そんなにな、昔の話か。甲高い声。ほう。ほうほう。生きてるあんたが羨ましいって。ほう。ほう。なるほど。えらい前の話なんやな、ババアになっとるってことは。黙って霊界にはいけないわ。はぁ、あ。え？はぁ、あ。おぉ、そうな。え？どういうこと？なんなん、あなたにはってどういうこと？このもう一人の鬼塚の話やな。え？今ここ廊下なん？場面転換したってことか。うん。ヨスさんは誰やねん。うん。永遠に出れずに死ぬかい。なんてこと言うねん。お前出たかったくせに。あんたは殺されるの。彼女に見捨てられて殺されるのよ。まさか、あんた。ごめんなさい。あんたの話じゃなかったわよね。なんそれ。あ、びっくりするやんけ、お前。なんか、場所が映ったんかいと思ったよ、いきなり。物質じゃなかったみたいな。あ、岩佐さん。え？彼女の白骨死体。むちゃくちゃや。ものすごい事件やな、こんなもん。え、喋ってたんや。すごいな。珍現象もええとかな。いい組ね。気をつけた方がいいかもね。なるほど。まあ、死んだって、死んだ、あいつ、そいつが死んだかどうかか。鬼塚にはあんま関わりがなかったな。まあ、いいでしょう。じゃあ、これで検証終わりまーす。